はい、皆さんこんにちは。ウィニングポスト8の2015ですね、大苦戦中、見せ場なしというところで大変申し訳ないんですが、続きをね、なんとしても実在馬を任して、日本ダービーを取るということを目指してですね、頑張っていきたいと思います。早速始めていきましょう。まず馬ですね、状態見ましょう。地層がこの辺りが一番早く来ますか、日経杯ですね。あとはですね、種付けの予定とかもとりあえず5月まで、分かりませんので、まずはですね、4月の1週目まで進めましょう。4月の1週目に子供、ヨークが生まれるときに、特別なイベントが、強い馬が生まれるときに特別なイベントがどうもあるようなんですけど、そこをね、まず、超えていかないと、なかなかダービーで実在馬を倒すようなところにはならないかなと思いますので、まずはね、4月の1週を楽しみにやっていきたいと思います。本当はね、どんどんお金を貯めてお金を突っ込んでこの施設も拡大していきたいところなんですけども、お金がいかんとも全然ないと。多分この今ヨークが誕生しましたっていうイベント出てると思うんですけど、この時に強い馬の場合だとそれなりのイベントというかそれなりのコメントが出てくるようなんですね。なので、そこをね、期待して、見ていきたいと思います。この辺はね、特に何もないんですよね、きっとね。特にはという感じですね。で、パワーチャンスパートがダビコ CT に出ますと。で、せっかくなんでヨークの情報を見ていきましょうか。2歳馬ですね。パワーチャンリーズン、なかなかのパワーを秘めていますと言ってくれてますが、パワーチャンリーズン、つかみかねています。どういうことなんだろう、いいのか悪いのか。非力なタイプか、パワーチャンジュニア。力が入りきらないと。でパワーチャンクラフトは力強いですよと言ってますね。なるほど。ちょっとなかなか期待ができなそうなんですが、応援はしていきたいと思います。まずは5月の1週目まで進めちゃいましょうね。天王町はパワーチャンバンダム、笠にねパワーチャンバンダム見ましょうか。高尾、まずはセールで出しませんよ。ノーザンテイストはサンデーサイレンスがあったら買いだめしたいと思うんですけど、いるかな。ノーザンテイストしかいないかも。あとトニービン、ルドルフ、まあいいかな。そしたらつけていきましょう。まずは期待のこのスマイルキューティーからですね。どうしようかな、サンデーはいるかな。いないと。そしたらハセシノブ、サンデーサイレンスいたな、ちらっといた。600万なんだ、サンデーが600万ね。スマイルキューティーはどうなんだ、サンデーさせると。B か。ツーサフランは C。パワーチャンナインは B。
バちゃんロッチ D の13。あ、サンデーサイレンスとこのパワちゃんロッチつけようかな。プレミアストロングとサンデーは B の11。とにかくサンデーサイレンスとかけて強くなる馬をしているんですよね。そしたらですね、ちょっともパワちゃんナインじゃない、パワちゃんロッチとサンデーサイレンスをつけましょう。で、今度はハセシモンと、ここからはゴールデンフェザントダブルでインブリート丸がついて配合評価は D か。まあつけときますか。スマイルキューティー、これ今の一番期待してるんですけど、リズム配合評価 B ぐらいでな、なんか B が割といいんですけどね、なかなかいないですね。そしたらリズムをつけましょう。スズサフランはどうしようかな。ノーザンテストはって感じじゃないんだよな。ノーザンテストはパワーチャンシーカーをつけて、パワーチャンスカウトはダブルがついてるダンシンググレーブつけましょう。で、スズサフランは桜豊をつけようかな。パワちゃんナインをどうするか。ロドリゴデトリアーノをつけましょう。これで、残りをじゃんじゃんつけていきましょうね。うわ、爆発力34だ。キャンとつけましょう。楽しみだな、爆発力34と。今まで見た中で一番高いかもしれない、爆発力34っていうのは。オペラハウスとつけて、パワーチャンランサムが決まらないな。ゴールデンフェザントは引くか、おとなしく。さあ、これで、全部つけ終わりました。6億あるんで建設なんかしますか。4億かけて建設しましょう。残り2億か。そしたらオートで、6月の1周目まで進めましょう。種付けのね状態を確認していきたいと思います。稼ぎ頭の馬出てこねえかな。今はまだ桜豊王が種付けで種牡馬としているんでいいんですけどね。パワチャンスパーとか調子罰だもんな。調子罰で勝てるほど強くないんだよな。さあ種付けの状態見ていきましょう。パワチャンナインがついてないんですね。そしたらパワーチャンナインはロドリゴにつけましょう。パワーチャンロッチもついてないですね。ゴールデンフェザントつけましょう。プレミアムストロング、もう一回スキャンと、今度はちゃんとついてね。で、パ
タワちゃんシーカーはノーザンテイストつけましょう。はい、こんなところです。そしたら進行してですね、繁殖牝馬セールまで進めましょう。ヨークセールでね、有望な馬を買えるほどちょっとお金がないんで。あれ、パワチャンスパートってもしかして安田記念勝った今？いや、そんなわけないよな。ない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 。パワチャンスパートに限ってないよ。え、ないよね。ちょっと確認しましょう。買いたいけどな。その前に所有競走馬でパワーチャンスパート、ああ安田記念勝ってくれたんだ、嬉しいな。パワーチャンロール、パワーチャンパンダム、そしたら繁殖牝馬セールといっても今繁殖牝馬結構いるんだよな。プレミアムストロングを、で、いや、やめとこう、まだこれからだって言ってるもんな。契約しましょう。売ります。はい、その代わり繁殖牝馬を買います。誰買おうかな。光活王妃、イクノディクタス、どうしようかな。本当はこの光活王妃がいいんだけど高そうだから、このイクノディクタスを買おう。1億5000万まで出す。5000万以上出せないよ。かあ。これ次手挙げられたら無理だ。よし、落とした。1億2000万か。1000万の出費はでかいな。なかなか勝
ち上がってこないな、山菜場がオープンに。厳しいですね、厳しい、4月の1週目まで進めて神のような馬が生まれるのを祈るしかないと、そういう状況ですね。パワちゃんバンダムが何かに勝ってくれたんだな。4歳馬がほんと不甲斐ない。無事に生まれてホット、無事に生まれてホット。おお、素敵な栗毛の馬。これはちょっと楽しみだな。リズムね、父親リズム。お、グランドオペラ、このイクノディクタス、この前買ったやつですね。もうなかなか良さそうですね。よし、おっと、パーシャンリオンが3週間ほど休暇。まあしょうがないですね。また来たよ。誰だよもう。いいよ、どうせ縁ないもん、こんな世界の頂上決戦なんて。パワちゃんバンダムの次走は目黒記念か。パワちゃんグローが皐月賞に出れるのか、本当に。5戦2勝。なんとも疑わしい。パワちゃんグローは皐月賞13敗13着、大敗ですね。さあ種付けです。サンデーはいるね。よし、そしたらこの前買った馬イクノディクタスからつけていきましょう。サンデーサイレンスは B の13か。そしたら、ノーザンテイスト、コタシャーンをつけてみましょう。コタシャーン、スマイルキューティーを、スマイルキューティーはちょっと置いときましょう。先にパワちゃんない。なかなかいない。プレミアストロングはヘクタープロテクター、爆発力26ある。ヘクタープロテクターつけてみよう。パワーチャンランサー、サンデーサイレンスシングルの13がついてるんですね。パワーチャンランサーも覚えておきましょう。これといったのがないですね。お、ダブルがついてて爆発力20っていうのがありますね。ホリッシュネイビーをつけましょうか。パワーチャンスカウト、
ダンシンググレーブつけますか。というわけで戻ってスマイルキューティーはサンデーサイレンス、パワーチャンナインはラストタイクーンをつけましょう。パワーチャンランサムは安心のノーザンテイストをつけます。パワーチャンカーソン、オペラハウスか、オペラハウスにしますか。パワーチャンシーか、こいつちょっと謎だよな。爆発力が特段あるのもいないんで、まあリズムぐらいかな。いやー本当にね、爆発するような馬が生まれてくれればいいんですけどね。4歳馬ほんと不甲斐ない、全然上がってこれないんだな。イグノディクタスがついてないんですね。そしたらイグノディクタスは、配合評価が19で、爆発力も19ある。このリズムかスキャンか、どっちがいいかな。リズムにしますか。パワーチャンナインはパワーチャンスカウト、こいつ迷いに迷ったんだよな。スキャンにしますか。はい、12月の4週目まで進みましょう。パワーチャントレイルがやっとこさ上がってきてくれました。馬情報を確認しましょう。パワーチャンバンダムはもうそろそろ引退かな。パワーチャントレイル4歳馬と、パワーチャンアムールはこれ血統的にはサンデーサイレンスか。でパワーチャンウェーブもオープンになってますね。リズムパワーチャンシーか、うん。パワーチャングローはノーザンテスト、パワーチャンタイム、2歳馬、期待の2歳馬はなんとも、なんともですね。欲しい、本当にお金がないっす。
さあ、まずはここです。ここで強い馬が生まれてくれ。とりあえずなんかすごくいい感じのが出たっていうわけではなさそうですね。馬の情報を見ていきましょう。まずパワーチャングローですね。トレイルクレッサ、パワーチャンアムール、みんな頑張ってはくれているんですけどね。2歳馬はどうなってる？これといった2歳馬はいないか。ヨークの方も見ていきましょう。いやー、金額が知りたいわけじゃないんだけどな。なんともだな。シボバも見ときますか。パワーチャンスパ、もういなくなっちゃったんだな、桜井隆夫は。パワーチャンスパーとパワーチャン、まあこの辺か。パワーチャンスパーと、サイヤーランキングでもまだないと。なるほどね。パワちゃんタイム、パワちゃんグロー、この辺り頑張ってくれてはいるな。出しますか、出しません。ブライアン、サンデーサイレンス、サンデーサイレンスは買うぞ。ブライアンズタイムも欲しいっちゃ欲しいんですけどね。サンデーサイレンス、いや、いくらでも買うぞ。よし、サンデーサイレンスは買うぞ。一発購入する。こんなとこでいいですかね。いいです。じゃあ種付けしていきましょう。まずイグノディクタスは、サンデーサイレンスがいない、なぜだ。あ、いたいたいた。サンデーサイレンスをつけていきます。
はこれといったのないな、本当に。びっくりするぐらいなんかこれっていうのがないっすね。まずいな、本当にない。この年やばいぞ、きっと。除外されたのね。我慢の時なのかな。なんか打って出ないとまずい気がするな。三歳馬がな、勝ち上がってこれないんですよね。本当に二歳馬がね、頑張ってくれればなんとかって感じなんですけどね。本当に厳しいっす。お、東京大賞典にパワちゃんタイムが出るんだな。ちょっと久々にレースも見ましょうかね。あわ、オープルステックス2番人気パワちゃんゲラン、5番ですね、パワちゃんゲランは。どんな走りしてくれるかな。さあ、直線に入りました。これからの勝負。よし、外を出せ。よし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 。薩摩王座、あと200m。今、迫ってる。よし、このまま行け。残り 100m。行け。ゲラン、抜けゲラン。よし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 。薩摩王座、先頭はパワちゃんゲラン。一着でゴール。パワちゃんゲラン。ゲランってどういう意味なの。2着にはどうやら薩摩王座、見事に勝ちました。パワちゃんゲラン、ガセカルメン、完敗です。着外に沈みました。よしよしよし、G2。サイレンスのコマンだな。
パッとしないな。お、パワーチャンゲラン、次走は弥生賞ね。期待してるぞ。サンデーとプレミアムストロングの子ね。よし、いい坂だ。シルバーとか欲しいな。今年の3歳馬オープンに上がるの結構いますね。あれ、今年はターフに生えますよ的なコメントが一人もいないですね。うわー、苦しい苦しいな。この年はジャンゲランは弥生賞4着か、皐月賞も4着だったんですね。きっと今の感じだと。うわ、サンデーサイレンス1億2000万に跳ね上がってる。サンデーの株は買うぞ。4000万か、まあしょうがない。もう一個が欲しい。よし、付けしていきましょう。まずプレミアムストロングはサンデーサイレンスつけます。これでね、なかなか強いも生まれましたからね。でイクノディクタスはノーザンテイスト、まあ極度の新規になっちゃうと。なるほど、それあんま良くない。そしたらコタシャーンをつけて、サンデーサイレンス、パワーチャンナインは、パリスミュージックってまだ見たことないですね。パワーチャントレイルのアンテースをつけました。ランサムリアルシャダイをつけます。パワーチャンカーソンはオペラハウス。パワーチャンシーカー、パワーチャンシーカーほんとダメだよな。一瞬ネイビー、パワーチャン成功、パワーチャン成功もなんかパッとしないな。パワーチャンスカウト B でダブルとかないとな。ダンシンググレーブつけましょう。いや厳しいなこの年も。ちょっと次、お金の状況にもよりますけど、繁殖牝馬買いますか。
厳しい。お金が10月の一週の時点で貯まってるとはとても思えない。どうすりゃいいんだ。自利品なんだなぁ。もう2歳は頑張ってるな。そうでもないか。トールオレンジ。出しますよ、売りに。シーカー、この辺りはまとめて売りましょうか。キャンドル買おう。1億2000万まで出すぞ。もう買わせてくれ、これで。で、1億出すか、お前ら。1億出す。よしよし、9000万で脅せそうですね。よし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 。もう1頭買いましょう。お、マックスローゼっていいな。みんなおすすめしてきてますもんね。マックスローゼ買いましょう。これはもう一発買いでも大した値段にはならないでしょう。一発買いします。7000万。もうお金ないんで買います。さてと、まあ、チャンゲランが、まあ、頑張ってますね。1億7000万。パワーチャンパレードも頑張ってる。パワーチャンファイトはね、本当にね、長く頑張ってますね。1億円稼いでくれましたね。パワーチャンマリオン、パワーチャンコラボ、この辺りがね、勝ち上がってきてくれると嬉しいんですけどね。なかなか、そうはいかないみたいですね。そしたら4月の1周目まで進めましょう。サイバーが全然ダメだな。もうちょっとしっかりしてほしいとこなんですけどね。といってもね、もう僕の配合がもうむちゃくちゃで適当だっていうのが一番の原因なんですけど、
しばらくは本当に厳しい、1年2年が続きそうな、そんな感じがしますね。これといったコメントが得られなかった。いや、いいっすよ。なんすか、あれにパカちゃんパレードが出るんですね。これは見ますか。桜いたもんね。さあ、桜キャンドルどうするか。ライアンとか出てきてるんだな。そうか、そもそもまずはセールに行って、サンデーサイレンスを買わなきゃいけないんだな。年々値が上がってるな。よし、3株が買ったんで、桜キャンドルはサンデーサイレンスで調味平等評価 B か。マックスロゼンサンデーサイレンス、よし。買わなきゃダメかな。6歳になった人たちが全然活躍できてないですね。お、安田記念にパワちゃんマリオンが出るんだな。ちょっとパワちゃんマリオン応援しましょうか。
もいいから、なんかちょっとないかな、爆発するようなダンスホール見つけてみましょう。で、建設で、旧車7億円か、これは無理だ。おっとっとっと、そうだそうだ、安田記念を応援するでした。さあ安田記念、バシャンマリオンは15番人気、なんとかねその人気薄なのを覆して勝ってほしいな。4コーナーをカーブして、もしかして画面に出てこないまま終わっちゃうか。ここで先頭はサイレンス鈴鹿、後続馬も足を伸ばしてきました。あーいるけどな、伸びてくる気配ないな。画面のね左の方から消えた消えた、先頭残り 100m、 あー待機シャトルか、抜けた、内から一気にオリエンタルエクスプレス、待機シャトル、待機シャトル、ね、1着2着にはどうやらオリエンタルエクスプレス、これが世界の実力だ。待機シャトル、待機シャトルは確かに、まあでも6着って頑張ってくれましたね。もうちょっと頑張ればね、あの掲示板だったんですけどね。パワちゃんパレードか、出してみようかな、せっかくなんで。パレードとフレームが競うんだな。まあどっちかだけでも勝ってくれたらね、すごく嬉しいですけどね。パレードが2着だったんだな。さあ暗黒の時代に入っていきそうな、そんな感じもしますね。この三歳馬が一頭もオープンに上がってこれてないっていうね、この感じまずいな。大丈夫か、山菜は。サイバーが頑張ってもらうしかないな。4サイバーもほとんど引退しちゃいましたもんね。金がない。ターフがどうのこうの、おお、いた、一人いた。おお、もう一人いた。よし、はい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 、いいですよ。次はですね、ちょっと配合を考えましょうというか、評価と爆発力で決めましょう。むやみやたらにつけてましたけど、ちょっと全然なんで。
さあ見ていきましょう。とりあえず配合評価が B はいないですね。こいつに関して言うとサンデーサイレンスがいたぐらいか。ただもうブックフルですもんね。ちなみにセールで全部売りましょう。で、その売った金でサンデーサイレンスを買おう。ブライアンツタイムだと分かりますか。まだブライアンツタイム一頭もつけてないですもんね。トップガンとかもつけてみたけどな。いやーお金がない、本当にお金がない。キャンドルはサンデーサイレンスをつけて、おお、すげえパワーちゃんパレード、配合評価がめっちゃ上がってる。 A とか出てきてるんだけど、なんで急に、どういうこと。パワーちゃんパレードってそんないい馬だっけ。パワーちゃんパレードに関して理解が届かない。どういうこと？え？なんか軒並み皆さん評価が上がってるのはなぜ？すごいじゃん。やった。じゃあスマイルキューティーはじゃなくてパワーちゃんナインはじゃなくてパワーちゃんパレードこそサンデーサイレンスにつけましょう。でスマイルキューティーはブライアンズタイムが一番いいのはスマイルキューティーが一番いいですね。配合評価 B でしたね今ね。スマイルキューティーをブライアンズタイムにつけてパワーちゃんナインを配合評価重視にいきます。待機シャトル。難しいな。 B っていうのがまずいないと。そしたら C の中でバブルガムフェローをつけますか。よし、
金ないな。こいつら活躍する気配ないよな。今ここにいる人たち申し訳ないんだけど、暗黒の時代だな。というわけですいません、今回もねちょっと全く見せ場作れなかったんですけども、1時間超えてしまったので一旦ここで区切らしてください。すいません、次回頑張りますんで、次回もどうか見ていただきたいなというふうに思います。今回はここまで。